ネックスグループ、株式会社ネックスグループは、岩手県花巻市と東京都港区に、本社、陶器場は、花巻市を置く日本の通信機器メーカー。旧称は、ホンダエレクトロン株式会社、ホンダエレクトロン株式会社ネットインデックス、株式会社ネックス。ウィルコムのエアーエッジ用データ通信カードや、WSIM、料金前払い式の B モバイル。 日本通信などの通信端末を製造している。また最近では、電力線搬送通信用のモデムなどの開発も手掛けている。2009年9月、アスモ、現、オーパスの PHS 端末の開発、保守事業を譲り受け、これに伴い、2009年11月1日付で、同社製、PHS 端末である WS-009 系及び、WS-018 系のサポート先が、 当社に移行されている。しかし、携帯電話通信事業者各社による、高速データ通信サービスの提供、データ通信カード製品の市場の縮小などにより、今後加入者の急激な減少が予測されるとして、コンシューマー向けへ PHS データ通信端末事業から2010年10月末を、もって撤退した。なお、PHS 音声サービス向け端末、M2M サービス向け端末、 WSIM 及びその接続アダプター、WILCOM が提供する 3G データ通信サービス向け端末等などについては従来通りの事業を行うとしている。2012年2月に LTE モバイルルータの提供開始を発表し、その後、PHS 端末についても防災用 PHS、電話機、防災ダフォン WX01NX でを発売するなど、 PHS や 3G データ通信サービス向け端末に加えて LTE データ通信サービス向けのモバイルユータなども手掛けている。2010年8月1日にリニューアルしたウィルコムプラザ、郡山を皮切りに東北地方のウィルコムプラザなど同地域のウィルコム専売店に関する販売、営業等のサポート業務を2010年8月も順次開始し、急直営を継承の上で 中心駅資金に移転させた拠点、山形市のみ休止店の位置のまま展開を手始めに段階的に全国展開する方針であった。ただし代理店として直接店舗を運営するわけではない。その後、モバイルショップ事業は主力事業であるデバイス事業とのシナジーが少なく、また大手事業者との競合も厳しいことから見直しを図ることとなり2012年2月に 携帯電話販売事業を全国的に展開するコスモネットへ事業譲渡を行いデバイス事業へ経営資源を集中させているコスモネット以降そして Y モバイルブランドの店舗となってからは駅ビル内市は駅資金の店舗は2016年4月末までに仙台駅前を除いてすべて閉鎖内市は郊外へ移転フェザンに所在したイモバイル森岡はイモバイル 森岡月が丘として同志北端部に移転。おしゃれ館、アルスに所在した Y モバイル秋田は Y モバイル4イモール秋田として4モール秋田に移転。ただし公開されていた PHS 番号はコスモネットがウィルコムプラザとして開業した Y モバイル秋田卸町が継承。郡山と青森ラビナは郊外に展開する既存店に統合。この煽りで同じく コスモネットが運営していたことにより、ワンストップ利用が可能となっていた、ソフトバンク仙台大町も時に閉鎖された。駅資金の位置ではなかったものの、ウィルコムの支店の位置をそのまま継承していた山形も、この流れで閉店し、郊外に所在する既存の Y モバイル、山形南に統合された。仙台駅前は、逆に同店の近隣に所在した、Y モバイル仙台大町を閉鎖している。 2012年7月に株式会社、フィスコングループ入り、同時にータビネットグループを子会社化しインターネット、旅行事業を開始。中核となるデバイス事業では、M2M 分野における事業ドメインの大に注力。2013年3月に新規事業として、農業 ICT 事業を開始。同年5月に、第12回岩手の 商工連携ファンド地域活性化支援事業に採択された農業 ICT を活用したキノコの栽培管理システムの研究開発を開始。2013年10月末、株式会社 a ビ i t と資本業務提携株式会社 a ビ i t ホールディングスに対する第三者割当を実施、両社それぞれが保有している通信関連コア技術と 新たな共同研究発による最先端技術を共有すること、及び M2M 製品に関する部品の調達、提供に関して協力することに加え、双方の顧客基盤の活用による M2M 市場における両者のさらなる販売拡大にするシナジーを実現することを目的としている。2013年11月には NCX ファムにて、 宮沢賢治の童話を同梱した黄色のトマトを新発売。2013年12月には株式会社、スジーと子会社である株式会社、ネックスソリューションズとの間でシステム開発事業に関して吸収分割契約を締結、デバイス製品の提供だけにとどまらず、サーバーアプリなどのソフトウェア開発を行うことで M2M マーケットの垂直統合を目指す。 さらにケアオンライン株式会社、現株式会社ケアダイナミクスを子会社化、介護サービスと通信技術資産を組み合わせる形で、M2M 分野における事業拡大を目指す。2014年4月には、ビストン株式会社と介護ロボットの共同開発を発表するなど、これまで培ってきた通信技術資産を活かし様々な産業へ応用。 M2M 分野としての市場拡大を行っている。2015年4月1日付で、商業を株式会社ネックスグループに変更すると、同時に持ち株会社製栄移デバイス部門を株式会社ネックス、2代目として、新設分割で設立した。特記事項がないものは、フォーマハイスピードも対応版となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。